今日大太刀を、今日は、灰の水曜日で、四旬節が始まります。私たちのためには大きな、チャンスです。チャンスだけではなく、この今日開かれる時期は、婚約の時期です。デートの時期です。私たちのことを大事にしてくださる、私たちに恋に落ちているイエス・クリストが、私たちと一緒にこの40日間歩みたい。恋人として歩みたい。彼が私たちに自分のすべてを教えたい、示したい、自分について語りたい。そして、彼が私たちのことも知りたい。つまり、彼がすでに知っているけど、なんか、本当に、恋人通して、私たちのことを見たい、私たちのことを、知りたいというか、私たちと一体となりたい、私たちと親しみたい。けど、目的は結婚です。私たちはこの40日間の間には婚約の時期である。つまり、今日、イエス・キリストは、ほら、私と一緒に歩みたいんですか？あなたが、今まで、あなた方、私たちが、今まで、祈り、断食、施し、この三つは、神に対して行った技だと思ったが、逆に自分を立てるためにしてしまいました。イエス・キリストはそれを今日はっきり言います。私たちの問題は、ただ一つ。偽善。二つの心。外側と中身は同じものではないということ。私たちが祈った時には、神に祈ると思ったが、私たちが実際に人間に祈った。私たちが祈ったのは相手に愛されるため。私たちは断食をした時には神との親しみを得るため、自分が欠けているものであるということを神に、クリストご自身に示して印を通してその、乏しさをクリストに示して、ほら、あなたが私を満たしてくださいと、の、断食ではなく、人間の愛情、人間の、大切さが、自分たちを満たすための断食だった。そして、施しも、同じ。つまり、施し、富をかけた、富を使った、富を捨てたお金、それだけでない、私たちの富を施ししたんです。けど、神が唯一のものであるという、事実を経験するためではなく、相手を買うため。相手あるいは、歴史を変えるために使った。富でした。外側は神のために。外側は、なんか、クリスト者通してしていたけど、実際に私たちの心の中には、
この、ね、肉欲に縛られていた。欲望に縛られていた。肉的な慰めを探していた。私たちは、神様が私たちの全てではない。私たちはいろんな偶像を拝んでいた。だから、神と言いながら偶像を治めていた。使えていた。欲したんです。で、ヨブ、心を探って、自分の心の中には入りなさいと今日キリストは言います。つまり、その事実まで降りて、事実まで降りて、もう、恐れることはない。私があなた方に言います。恐れることはない。あなたの心の中には何があるんですか？何があるんですか？本当にあなたは、何のために祈るんですか？何のために断食するのか？いろんなことに断食する。いろんなこと。けど、その断食、その犠牲は、自分の、目的に行くため、自分の、肉的な希望、望みを果たすためですか。それは家族の中では、学校の中ではどこでも。本当に、報い、自分が望んでいる報いを得るために。私たちはそのため。だからキリストを使った。偶像を通してキリストを使った。けれど問題はこれです。これはプライド。これは現在です。すべての罪の母親の罪です。イエス・キリストはこの偽善的な心には何もできなかった。なぜかというと、この偽善的な態度、宗教的な態度、外側は素晴らしい神父みたい。素晴らしいお母さん、素晴らしいお父さんみたい。何でもする。祈る。わー、よく祈る。よく断食する。よく、施しする。そしてあなたも、私はそんなに悪くない。まあ、時々ちっちゃな罪、実際に私はできただしよ。私は、信仰の歩みは歩みますよ。私は、そして相手を裁く。そして相手を責める。相手は自分と違う。また、などなど。ね。そして相手が自分に、自分が望んでいることを出さないと、相手を恨む。などね。相手を殺すよ。口では。悪口では。私たちはそうです。で、キリストは愛を持って私たちのところまで来てくださる今日。そしてほら、一緒にあなたの最も深いところには入りましょう。ホト息子と同じように。ホト息子は、自分の財産を、財産の分を取って、つまり、お父さんを殺して、でしょ？財産が与えられるのは、お父さんが亡くなるときでしょ？で、その、お父さんを心の中に殺して、アダムとエヴァと同じように、つまり彼から切って、自分勝手にしよう。自分。出かけて、いろんな罪を犯して、肉欲、欲望、すべてを満たそうとする。してた。自分。祈ったのは自分を満たすためには。施しをしたとの、わかる？つまり、すべて、宗教のこと、教会のこと、お知られたこと、神の奇跡さえを自分のために使った。つまり、キリストを自分を満たすのできる、偶像、道具として使った。結局、一人ぼっちとなった。
一人、孤独。そして食べることがなかった。面白いね。この状態はあなたの状態。私の状態。今日、この四旬節の門に立っているあなたと私の状態。ね、兄弟たちよ。私たちは裸。アダムとエヴァと同じように裸。私たちは、空腹。私たちがもう飢え渇き。もう全然食べることがない、できない。そして、何もない、何もない。お金がない、だから裸。そして、自分を慰める、自分と話すための人もいない。一人ぼっち、裸、上乾き、空腹を感じる。面白いね。この状態は、ちょうど祈り、断食と施しが回復することができます。本当の祈り、本当の施し、本当の、断食。なぜかというと、偽善的にその蜜を使った結果は何でしたか？子と息子と同じような状態。あなたと私。慰められていない。平和がない。相手を愛することはできない。相手と話すことはできない。接することはできない。そして、富を集めようと思ったときに、と思ったが、実際に何もない。空っぽ。ね、なかなか、満たされない。で、キリストは、あなたの心はそう。中に入りなさい。一緒にそこまで、もう深くまで入りましょう。私があなたの恋人、私はあなたのことを知っています。私はあなたを裁かない。私があなたを責めない。私はあなたを愛する。私はあなたと結婚次第、その鉄や、復活の鉄や、次越しの鉄やまで一緒に歩みたい。その鉄や、の流れではあなたと一体となりたい。あなたと結婚したい。だから、そこまで、行くためには、一緒に事実を認めましょう。そして、あなたは、一人ですか。あなたは孤独でしょう。あなたは人間を愛することはできない。相手を許すことはできない。だから一人ぼっちでしょ。あなたの祈りは、実際に、果たされなかった。どうしてその祈りを通して相手を自分につながろうとするとしてたでしょ。自分が生きているということを相手は分かってあなたを愛するための祈りだったけど、結果は失敗。今私と一緒に本当の祈りをしよう。イエス・キリストはあなたに言う。つまり主よ、私を憐れんでください。主よ、私を憐れんでください。主よ、私を、あなたが、私の、そのまま愛しているということを経験させて、私には資格がない。けど、あなたが私を愛する。けど、あなたが私を愛する。それを私が経験するように、主よ、私を憐れんでください。祈り。本当の祈り、本音から出る祈り、失敗者である、罪を犯している私を憐れんでください。そして教会と共に祈る。キリストの体と共に祈る。そして少しずつ少しずつ、私は、神だけに来てくれる。神だけはあなたを来てくれる。あなたの悩みを、聞いて、それに答えようとするのは、神だけ。神はあなた。あなたの、二番目のことね。あなたの、空腹。あなたの、その上かわき、その空っぽは、人間の愛情、名誉、成功などに満たされない。その空っぽ、その心の穴は、キリストのためです。だから一緒に断食しましょう。一緒になんとか、密かなところでは、
Dare nimo, mi darete i naito chi niva, tabacco, sono cioccoleto, arriva a Nasukoto, arriva a Facebook, arriva a Noterebi, Gibuno Kazoko Tutumoni, chiedo, anata no koto, chiodai, tacio, story, conto ni nayamu made, itamu made, tanji kishimasho. つまり私が空っぽ今まで、この穴を満たすためにいろんなことをしてたけど全て失敗キリスト主よあなたが私の穴を満たしてあなたのためです私の中にあるあなたのための場所ですねそして施しをする同じこと。偶像を拝んだ、お金いろんなことを使ったでしょ相手を買うため相手の心に入ってそれにねなんかそのプレゼントその態度そのなんかねいろんなことで力を持ってお金が力でしょそれを使って相手を責める相手が自分なりに子供奥さん囚人などそれを結局失敗したんです。だから私はいろんな富を自分のために使った。代わりにはキリストと共に義のために使う。相手を愛するため。イエス・クリスト、私の唯一の富であるキリスト。そのキリストによってキリストと共に相手に、命をかける。その印。その印は施しをする。クリストと共に。クリストが私の富であるから。クリストが私の唯一な宝物であるから。でもそれは、すべてはどうしてできる?クリストはあなたのために施しした。すべて。自分のすべてを捨てた。裸で亡くなりました。死んだ。あなたのため。誰でもこれをしなかった。あなたのために祈った。主よ。彼らを憐れんでください。すること、わからない。何をするか、わからないから、取り継いだ。彼があなたのために祈った。そして、彼があなたのために断食した。誰にも愛されてなかった。受け入れられなかった。空っぽ。愛情、感情、そして、すべて。具体的な、なんか食べ物にも、具体的な、なんか大切さ、親切さ、すべてを断食した。あなたのため。あなたが彼のために唯一な花嫁ですから。この経験をしながら、教会の中ではこの経験をしながら、私たちも、キリストと共に、彼が私をそのまま愛しているか、唯一な方であるということを経験しながら、それを、はい、アーメン、お願いします。あなたの愛が私を満たす。私はあなたと共に結婚したい。私はあなたと共に歩みたい。私はあなたのものになりたい。あなたが私のものであるということを分かっています。あなたが、私があなたのために生まれたのは分かっています。もう知っておられます。経験しているから。お願いします。本当に結婚しよう。その、次越しの徹夜の間には、私の古い人間、裏切る者、神と切る、あなたを決別した、その古い人間を殺す、殺され、新しい人間、つまりクリストと一体となる者を通して、生まれるようにしてください。そして、復活説、その50日間の間には、その、ハネムーンを祝おう。だから、断食、祈り、施し。真面目にしよう。祈った時には、もう、一日中、ある教会に入り、あるいは、教会できなかったら、仕事をした時には、家を家事した時には、もう、止めて、5分、いざまずいて、どこにいても、あるいは、手洗いにも、仕事の手洗いにも、ちょっとだけ、祈って、主よ、憐れんでください。あなたの愛を私、施し。しょっちゅう、1000円、もう、あるいは大きな
そうそうそう。断食、断食。あれを食べない。あれを言わない。ね、この番組を見ない。この、試合をもうどうしても見たいけど見ない。見えない。などなど。これすべて密かに。ね、クリストがそちらに現れます。具体的にあなたを愛するクリストが現れます。良い手術です。